はい、今回のテーマはですね、最も正しい優先順位の決め方、最も正しい優先順位の決め方でちょっとお伝えしようかなと。トップバスフォーミュラですね、販売終了しまして、あ、そうそうそう、ちょっとお問い合わせいただいたんですけど、特典1につけてた、300万稼いだ、自己アフィリエイト の講義ですね。こちら講義が見れないみたいなちょっといただいて、これ修正したんで、パスワードクリックしてパスワードまた求められるみたいなね。そこ修正しましたんで、今は見れます。はい。で、今回トップバズフォーミュラ販売して、購入者の方から、こんな質問をいただきまして、回収ですね。前回取った、絶対回収マインドですね。で、それを見て、私はどっからやればいいですかみたいな。セルフバックからやればいいのか、トップバズからやればいいのかみたいな質問をいただいたんですよ。で、僕はなんて答えたのかっていうと、両方やってくださいっていう答えました。両方。で、凡事徹底でね、僕は一点集中みたいな話をしてるんですけども、これは、一点集中が、した方がいい人はすればいいだろうし、両方できた、例えばね、二点集中できれば良くないですか？例えばマルチタスクで、僕の場合は YouTube もやってますけど、今インスタもやってるんですよ。わかります。マルチタスクですよね。YouTube もやって、じゃあ他は何もやってないのかっていうと、インスタもやってるわけですよ。で、今度沖縄行くんですけど、沖縄用にこの、焦点レンズの新しいレンズを買って、これね、これでちょっと、インスタ用の写真めっちゃ撮ろうかなと思ってるんですけど。だから僕両方やってますよ、今。はい。前まで6000、フォロワー6000人まで行って、その後ちょっと、たまにアップしてたんですけど、またこれちょっと頻度を高めて、あとはいいね周りとかもして、フォロワー数ちょっと増やそうかなと思って、今ちょっとやってます。でもマルチタスクですね。だから隙間時間はもう全部インスタですね。だ動画撮ってる、そして動画撮ってない隙間時間は全部もうインスタです、今。はい。動画撮る。で、隙間時間、ね、うんこしてる時とか、なんかそういう隙間時間あるじゃないですか。そういう時はインスタやってます。だから、両方できるんだったら絶対両方やった方がいいし、3個両方できるんだったらやった方がいいんですよ。で、要は、何を選択すればいいのか、って迷うと思うんですけど、両方選択すればいいんじゃねみたいな。だって目的が何かっていうと、お金を稼ぐってことじゃないですか。じゃあこの A っていう、例えば今回だとセルフバック A、 じゃあ B トップバス、これ両方やれば両方稼げるじゃないですか。で、目的は何なんですかって話で、目的はお金を稼ぐことですよね。2つともやればお金稼げるじゃないですか。収入上がりますよね。で、特にその方に言いましたけど、セルフバックってそこまで考えますみたいな。セルフバックって今月次報告というか、月始まったんで結構結果報告いただいてるんですけど、アドバンス制だったかな、先月8万ぐらい行ったっていう報告いただきましたけど、8万ですよ、セルフバックで。はい。だからもちろん、でもな、大変っすか。じゃあ動画をこうやって僕みたいに動画を撮るのか、セルフバックで自分の住所とか名前入れるの、どっちが楽ですか。そこ考えることあんのかな。考えるとするならば、案件を選ぶぐらいですよね。どの案件がいいかなって選ぶぐらいなんで、そこに考える思考っていうのは入れなくても稼げるじゃないですか。いや、吉田さん、ちょっと自分の住所覚えられなくて、住所思い出すために考えるんですっていうことだったらあれですけど、じゃあそれもコピペできるように、セルフバック用プロフィールみたいな、それをメモ帳とかに全部いちいち入力するのめんどくさいじゃないですか。なんで、セルフバック用をプロフィールみたいな、セルフバックで、いつも決め、大体入力するものって決まってるじゃないですか。名前、住所、生年月日、住所みたいな。じゃあそれをプロフィール欄に作って、で、それをコピペすればいいじゃないですか。もはやコピペですよ。だって、セルフバックで入力することって住所じゃないですか。じゃあそれコピペできるようにしとけばいいじゃないですか。だから、あと悩むことがあるとするならば、案件を何にしようかなってとこじゃないですか。じゃあ案件も別に悩まずに、リスクがない、手出しがゼロのやつだけ
やればあんま考えることないのかなっていう思いますけどね。うん、なんかその目的はな、まあ結論言うと目的は何なんですかっていう、お金を稼ぎたいんだったら別に3つだろうが4つだろうが5つだろうが6つだろうが別にやればいいじゃないですか。例えばこれネットビジネスじゃない、例えばねこれね細木和子さんか、昔ね細木和子さん最近出てないですね細木和子さんって昔めっちゃ、これテレビで見たんですけど、昔めちゃくちゃ貧乏っていうかもうどん底だったんですよ。でもう掛け持ちのバイトを3つ4つやってたらしいんですね。でそっから復活したみたいな、多分金スマだったかな、金スマでやってたような気がするんですけど、相当なんかでその中でその占いみたいな出会ってそこで勉強してみたいな感じのなんかストーリーがあるんですけど、どうすか掛け持ちで3つ4つやってたみたいなね。別にいいじゃないですか、目的がこれぐらいの収入が必要だから掛け持ちでやるみたいな。そうだからまあね、リアルでもそういうわけなんで、ネットビジネスでもこれとこれとこれとこれできるんだったらやればいいですよ。じゃあなぜ一点集中の話をするかっていうと、あれもこれもができない、マルチタスクでできない人が多いんで、じゃあ一点集中でやりましょうっていう、じゃああれもブレるブレるブレる、じゃあブレるんだったら一点集中しましょうっていう話ですよ。わかります？要は結局やったその先にしか結果ないですから、うん、あのブレる方はなんだ一点集中でいいんじゃないかなと。ただ両方できるよと。特に今回はセルフバックとトップバズ、セルフバックは別に片手までできると思うんですよね。いかがでしょうか。そんななんか考えます？うん。であとはこの矛盾に気づいてほしいんですけど、誰でもできるセルフバックが価値が出るんですよ。それを徹底的にやると300万稼ぎましたみたいなね。じゃあそれがどうやって300万稼いだんですかっていう、そこに疑問が出るんですよ。なぜそこに疑問が出るかっていうと、やってないからなんですよ。もう一度言いますねこれね、もうからくりを言っちゃいますけど、300万稼いだセルフバック、うん、これ誰がやってもいけるんですよ。だって久保さん相当量こなしてますからね。3年ぐらいやってるんで、いまだにやるみたいな、ね、たまに案件あったら。そうだからこれって やれば出てくるんですけど、なんでそこに価値が出るかっていうと、やってないからなんでだろうってなって、じゃあその方法見たいなってなるんですよ。だから結局やりきったら誰でもそれは提供できるんですよね。だから誰でも提供できるんで、誰でもセルバックの方法を教えてお金をチャージすることできるんですよ。だってみんなやらないから。これがね 100% ほとんどの人口が全員やる人間だったら本売れないですよ。書店の本がなぜ売れるのかっていうと、未だに100万部とか売れる本あるじゃないですか。本が売れない時代、電子書籍がなってても、これなんで売れるのかっていうと、単純にやらない人が多いからですよ。読むだけの人が多いからです。だからそれね、行動してやって自分が本を出すってなったら1人1本ですよ。だから買い手いないですよ、もうもはや。なんで買い手と売り手の市場ができるかっていうとね、本で言うならば買い手の方が多いんですよ。で買い手っていうのはやらない人の方が多いんですよ。でもしやってやる人の方が多くて、じゃあやるじゃないですか。でやってさらに本を自分で出す、本も自分で出しちゃうよっていう人が 100% だったら、買う人いなくないですか。買う人もはやいないですよね。なのであの売り手と買い手がなんでそういう市場になるかっていうと、圧倒的にやらない人、読むだけの人が多いから、本が売れるんですね。だからみんなが本出せばいいんですよ、ね、でもそう言ってもみんな本出さないですよね。だから売れるんです。だからセルフバックに関しても300万稼ぎました、その方法を教えますって言ったらどうやってってなるんです。だからどうやってってなるんで、そこに価値が生まれて、そこにお金をチャージできるってことですね。わかります？そう、あとは欲しくなるとかね、今回特典でつけましたけど、なぜ欲しくなるのかっていう、うん、だからまあ、いろいろとお話ししましたけど、目的は何なんですかと。お金を稼ぐ、まあ絶対的な回収も結局お金を稼ぐってことですよね。でお金から逃げないってことです。そう、逃げちゃダメです。逃げてもいいんですよ。逃げてもいいんで、それはもう個々の人生ですから。いや俺はもういや、ネットビジネス諦めてリアルの仕事だけの収入でいいやってことだったらそれでいいじゃないですか。人それぞれ人生ありますから。ただ僕はお伝えしたいのは、結局そういうお客さんがいるわけですよ。どういうお客さんかっていうと、今の収入に満足していないからネットビジネスに入ってくるわけですよ。じゃあここやるしかないですよね。満足してないんだったらもう2極しかないですから、今のままでいいのか、それとも新しいことやるのか、この2極しかなくないですか。
で今のままで収入を上げようとするならばそこの会社の規約ですよね、うん、どうやったら給料上がるんですかって社長に聞いてみてください。でそれしか方法なくないですか。社長とここの会社で給料50万もらえたんですけどどうすれば社長給料50万もらえますかって聞いた、多分ねそれすら聞かないですよね。まああんまり僕も聞かないですけどでもそれしかなくないですか、手っ取り早い方法って。だって社長が一番トップは社長が一応なんだ握ってるわけじゃないですか。まあ上場企業だと株主さんのあれもあるかもしれないですけど、どうやったらこの会社で僕は50万の給料もらえますかって、どんな仕事をすれば50万もらえますかって聞かないですよね、ほとんどの人は。でもそれが一番最速じゃないですか。で社長が、あそうやな50万欲しいのかも君みたいな、結構君面白いねみたいな、50万欲しいんだったら これやってほしいなみたいな。でそれができるようになったら50万もらえません、社長との約束ですよ。どうですか、うん、多分こういう発想の人もいないだろうし、でもまあまあ現実的に今の会社で給料上げるんだったらそれをね交渉するしかないと思いますし、聞くしかないと思うんですよ。もしくはもう契約でね、例えば これぐらいの資格があったら、こうなりますとか、もしもその会社でねそういう規約があるんだったらその規約に、通りに資格を取るとかねやれば給料上がるだろうし、うん、どっちしますっていう、ただそれだけです。であとはそのマルチタスクでできるんだったらマルチタスクでやりましょう。なぜならば目的がお金を稼ぐっていう目的ですから、収入を上げるっていうのが目的ですよね。じゃあ2つやった方が収入上がるんだったら2つやるべきですよ。だからそのよくねこれも質問いただくんですけど、集客どれがいいですかみたいな、集客何がいいですか、まあ、YouTube は一番いいですよ、うん、YouTube は一番いいんですけど、 YouTube もやってインスタもやって Facebook もやって Twitter もやってなんだなんかあとなんかあのなんだなんかライブのあるじゃないですか、ライブのショールームもやってみたいな、全部できるんだったら全部やってくださいって話です。だって全部やった方が集客できる可能性増えません？ Twitter だけ見てる人もいますから、 Facebook をメインで見てる人もいるんで、全部やった方が集客できるんですよ。だから僕もし売り上げが上がんなかったらまた Facebook 復活させますからね。もう売り上げが厳しくなったらもう Facebook また復活させます。もう今 Facebook 全然やってないですけど、 Facebook は売り上げ上げられるんで、リストも取れるし、それは知ってるんで、まあこの本にも書いてありますからね、はい、Facebook ユーザーっていうのは情報商材を買いやすいユーザーが非常に多いです。うん、特にその Facebook 中毒になってる 中高年多いんで、その中高年が情報商材買いやすい傾向があるので Facebook はめちゃくちゃいいです。特に情報発信のコンテンツビジネスは Facebook が一番いいです。だからその層がいるんで、だからもし僕が YouTube で集客して売り上げを上げられなくなったら Facebook やりますよ。目的売り上げ上げるために集客しないといけないじゃないですか。だから YouTube もやりながら Facebook やります。でも今は YouTube だけで集客ができてるんでやってないだけですよ。ただインスタを始めた理由は新しい層の客層 の掘り起こしですよね。要は Facebook はもうそのもう明らかにその情報商材を買う層がいるんですよ。だけどインスタってもう幅広いんですよね、層が。若い人もいれば今まで僕がお客さんにしていなかった層、圧倒的な違うリーチ層があるんですよ。だから僕インスタやってます。うん、だ新しいことですよね、新しいチャレンジですよ。うん、そうだから僕もあとプラスアルファインスタグラムで、副業とかネットビジネスで稼げますっていう風に集客してる人と全く違う運用をしています。僕はね、要は、インスタグラムでも集客ができるんですけど、鉄板は、霜降り肉、自由な生活、これを演出した写真ね。で、ね、バイナリーとかね、なんかFX スクールやってますとか、まあそういう感じなんですけど、でそういうの僕全然やってないですよ。もう完全に、なんだろうな、僕はそのインスタからファンを構築していくっていうやり方で、まあ YouTube も僕のやり方特殊じゃないですか。それもインスタもそうです。インスタも普通にファンを獲得していくっていうやり方でやってます。だからそのプラットフォームが変わってもやり方は変わってないです、本質的な。ちゃんとファンを構築していくっていう、うん、で実際ねこれ事例なんですけど、1回だけですかね、この本を写真で載せたんですよ、インスタで。1周年記念ですみたいな感じで本の写真を載せたんですよ、ね、そしたらコメント欄に、いや実は気になっていてみたいな、買いました。
だから写真を投稿しても売れたんですよ、本が。っていう事例もあります。まあ実際に僕はその、もうビジネス色全く出してないですから、インスタグラムのアカウントは。全くですよ。うん。あとはもう一つ理由があるとするならば、Facebook と Instagram だと、インスタの方が僕はいいんですよ。なぜならば、Facebook やると、Facebook のやっぱタイムライン見ちゃうんですね。で、このタイムラインに余計ななんか情報がたくさんあるんですよ。で、Instagram って、綺麗なね、写真だったりとか、そのインスピレーションを受けやすい、そのコンテンツがいっぱいあるんですよ。綺麗だなとか、その、自分の心を豊かにしてくれる、フレーズ、素材がいっぱいあるんですよ、インスタグラムは。写真から感じるものみたいな。でも、Facebook って、なんかその、意味わかんない投稿いっぱいあるじゃないですか。まあ、僕も意味わかんない投稿しますけど。だから、それに汚染されるというかね。まあ、他にもその、情報発信してる人いっぱいいますから。うん。だから、その、なんだ、うん、気になって見ちゃう。僕も、この人何やってんだろうみたいな。見ちゃうんですよ。でも、インスタの場合、写真だけなんで、もう本当インスピレーションだけですよね。はい、たまに文章も読みますけど、ほとんどもう写真をバーって見るだけなんで、パッ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 パって綺麗な写真をこう見続けるんですよ。すごいいいですよ。インスピレーション受け、あ、綺麗だなっていうインスピレーション受けられるんで、僕はインスタいいなっていうところですね。うん、はい。ということで、いろいろとお話ししましたけれども、なんだ、目的は何ですかと。お金を稼ぐ、収入を上げるっていう目的だったら、全部できるんだったら全部やった方がいいよって話です。集客に関しても Twitter も Facebook も全部で、インスタも全部できるんだったらやった方がいいですよと。なぜならば全部やった方が集客できる確率は上がりますよね。間違いなく上がるんで。だけどそれがもしできないんであれば、マルチタスクでできないんであるならば、時間がありません、忙しいっていうことであるならば、一点集中でやるべきです。はい、全部中途半端になっちゃうんで。はい、僕なんかインスタトイレうんこしてる時もやってますからね。どうすか、トイレしながらいいね回りしてします？僕してますよ。うん。だからそれはインスタは隙間時間にやるっていうのは僕決めてるんで、なんか隙間時間空いたら、あ、インスタだっていう。これ徹してますね。うん。はい。ということで、動画これで終わりたいと思います。あとですね、明日か明後日かな、ちょっとね、別枠でまた再生リストで、霜降り肉っていうね、霜降り肉っていう再生リストでちょっとご案内していきますんで、ご期待ください。では、ありがとうございます。